リチャリー、先日、のど自慢、ザ・ワールド2017春が放送されました。のど自慢、ザ・ワールド2017は、海外の人たちが素晴らしい歌声で、日本の歌を歌う大会です。この大会では、多くの外国人が言葉の一つ一つを大切に伝えてくれます。どの人の歌声にも、私たち日本人は感動させられます。日本の歌の素晴らしさを彼らに教えられます。今回はリチャリーというペルーのグループが日本の昭和の歌で会場を感動させました。彼らが選んだ歌は1970年代に日本で有名になった歌でした。リチャリーは2010年に結成され、主にペルーのウルバンバ郡で活動する音楽グループです。2015年に初来日し、その後も何度か来日し、コンサートなどを行っています。今後の日本での活躍を楽しみにしたいです。